目黒区のオセロットさん14歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。愉快な女性おばさんの話、はい、小学校6年生の時地元の商店街で盆踊りがあり、集まった子供たちが丸々もりもりに合わせ可愛く円を作って踊っている時のこと、なんとその子供たちの輪の中に一人だけマラカスを持った40歳くらいのちょっと太った女性が参加し、盆踊りでは見たことのない踊り方で踊っていました。それはまるでブラジルのカーニバル、手を振り腰を振り足を振りマラカスを振り、顔は完璧な酔っ払いです。でもなぜか踊りは上手、だけどやっぱり丸々モリモリにはミスマッチ、また時折フォーとかイエハーなどとおたけびを上げつつ周囲の人に朝まで踊り明かしましょうイエイイエイなどと言う始末。酔っ払いの怖さを学んだ国会議事堂見学並みに良い社会科見学でした。ね、愉快ですね。お祭りだからいいですよね。いいですよね。他人だといいですけどね。まあね。やっぱり親族には欲しくない。身内だとね。身内だときついですね。多摩市の八年龍太郎さん44歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。行きつけの立ち食いそば屋のおばちゃんはどんな話でも強引なまでに肯定してくれます。おいいよね。いいですね。すごくいいです、ね、どんな話でも強引に肯定してくれる。私が2泊3日で旅行に今度行くんですよと言えば、うん、あー1泊2日じゃ短すぎるし3泊4日じゃ長すぎるやっぱり旅行は2泊3日だねとさほど論理性のない理由で満面の微笑み。私が明日サッカーの試合見に行くんですと自慢すれば、野球だと長いし相撲じゃ短いしサッカーくらいがちょうどいいよねとニヒルな相づち。そんな心の広いおばちゃんですが、注文時にそばですかうどんですかの問いにお客さんがじゃあうどんでと答えるとなぜか若干寂しそう。そこは肯定してくれません。おばあちゃんは信州出身でそばの方が断然好きなんだそうです。ねえ、いいね。どんな話でも強引なまでに肯定してくれる。昔ね、商売やってる方いらっしゃいましたね。そうかも、うん、はい、子供相手に何でも肯定してくれるっていう近所の女性が一人いると随分楽でしたね。そうですよね。会いたいな、うん、今日学校休んだのなんて、あ、はい休みましたね、たまには休み必要だねとか ね、そういうこと言ってくれる人がね、そうね、いいですよね。確かにいましたね、はい、何でも肯定してくれる近所の、本当癒されるんです、今日お風呂行かないのなんて、今日行かないんですなんて、ね、そうね、行かなくていいね今日はね何の根拠もないんだけどね、そう今日ね行かなくていいねお風呂はね、そうだ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 、行かなくていい行かなくていい。いました。練馬区のママ前向きさん30歳女性の方、今日は愉快な女性の話です、はい、銭湯に通っています。銭湯でよく会うおばさんで、私が心の中で朝ドラさんと呼んでいるおばさんがいるのですが、はい、最近どうも元気がないのです。夏の猛暑も暑いからお風呂が気持ちいいわね、冬の寒さも寒いから気持ちいいわねなどと周りの人から話しかけられる天気や嫁姑問題といったネガティブな話題をものの見事にポジティブに、まるでミュージカルのように歌い上げるように返答する姿が朝ドラの主人公のような朝ドラさんなのですが、どうやら梅雨だけはポジティブに捉えられないようで、梅雨ねと話しかけられてもジメジメして嫌よねとか洗濯物が乾かないわねなどと気の落ちた声しか聞こえてきません。今年は猛暑と聞きましたが、それでも夏の訪れと朝ドラさんの快活な声が待ち遠しいのです。あ、やっぱり苦手な、ね、時期ありますよね、きっと。そうですね、よかった梅雨が明けて、本当にそう、何でもポジティブに捉えられるっていう人はね、本当に周りに一人いるだけで随分違います よ、先ほどの話繰り返しになりますけれども、そうですよね、はい、明るいっていうのは、ね、才能ですからね、これはね、技術ですからね、いや本当にそうです。私も仕事し始めて間もなくの頃ですけども、私は皆さんもご存知だと思いますけども、後ろ向き東日本代表とかね、いろいろマイナス思考日本代表みたいなことになるわけですけれども、安住君、明るくするっていうのも仕事のうちだからねっていうことをね、よく言われたものですね、はい、まだできてないってことなんですけどもね、本当に大事、そうポジティブにね、そう何でもポジティブに捉えられて大事なもんですね。北区5番ファースト宮崎さん29歳女性の方、ありがとうございます。私の母はテレビ放送のワウワウのことをウォウウォウと言います
歌謡曲など曲の合間や歌詞の中に出てくるウォウウォウウォウォの影響が大きいのだと思いますが、外出先でもそれなりの声のボリュームで、しかも何も間違っていないぞと言わんばかりの澄んだ目で、今日ウォウウォウで見たがってた映画を放送するよというので愉快でたまりません。そうですよね。WOWWOW ですよね。あれカラオケで来るとね、ウォ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 ウですよね。急にね、うん、テレビ局の名前になるとワウワウになっちゃうんですよね。すんだめで、すんだめで、そうだそうだってね、今日ウォウォウで、まあそういうことになるよね。愛知県南知多町コウタ君11歳男子、ありがとうございます。ありがとうございます。偉いね、小学生で関東の AM ラジオを聞いているのかい。そう、素晴らしいね。ありがとう。もしかしたら友達ができないかもしれないけれども、おじさんがずっと見守ってるからね。遠いけど見守ってる。南知多半島に住んでるのかな、飛行機の上からよく見るよ知多半島をね、おじさんは。愉快な女性おばさんの話、はい、近くのおばさんにいつも挨拶するとこんなババアを見捨てずにありがとうねと言います。そんなことありませんといつもこっちが言います。それで話が弾んで10分話しますが、それでいいでしょうか。いいんじゃないかな。いい、ね、ありがとう、ありがとうございます、はい、ポッドキャスティングで聞いている11歳です。優しい子なんだ ね。そうだね、ありがとうございます。友達になろうか、はいね、はい、熊本県の白原さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。私が小学生の頃、21世紀おばさんと呼ばれているおばさんがいました。もうすでに面白いね。いい予感がする。いいネーミングだね。21世紀少年、20世紀少年っていうのはねよく聞きますけどね。21世紀おばさんと呼ばれているおばさんがいました。そのおばさんは市原悦子さんに似た柔らかな印象の方で、はい、いつもダイハツの白い軽自動車ミラーに乗り、帰宅中の小学生の列に背後からゆっくりと車で近づき、あなたたちはこれから21世紀を担う大事な子供たち、しっかり頑張るのよと助手席側に乗り出しながら子供たちに言い聞かせ、ブーンと車で去っていくのです。正面からすれ違うときは21世紀お願いねと救急車とすれ違うような音の感覚で足早に去っていくこともありました。たまに遠くで21世紀とだけ聞こえる日もありました。よし、ドップラー効果みたいなことなのね。ピーポーピーポー、21世紀よね。面白いですね。21世紀となり十数年経ったつい先日、犬の散歩中に白い新型ミラに乗ったおばさんを久しぶりに見かけました。窓を開けゆっくりとこちらに近づいてきたので、はい、ドキドキしているとスーッとパワーウィンドウを閉め、何も言わずに去っていきました。若い世代に言葉を送るおばさんにとって対象外になってしまった自分を思うと切ないですが、まだまだおばさんがご健在という事実に驚いた白原でございました。なるほど、そう、ね、声かけ運動 ね、これも繰り返しになりますけど、最近はね、知らない子供に声をかけると不審人物ということになるんで難しい世の中になりましたけれども ね、そうですよね。前から対面して声かけちゃいけないんでしょ、都市部の小学生たちには。そうかそうか、で後ろから行って立ち止まらずに声かける場合は大丈夫って、なんかそういうマニュアルあるらしいですよ、でね、家どことかね、聞いちゃいけないっていうことになってますから ね、まあ、繰り返しになりますが、私は不審人物になっちゃいけないので、自分の話を近所の小学生にするっていう ねことになってますよね。自己紹介おじさん、自己紹介おじさんということになりましたね、どこに住んでんのとかね、元気じゃなくて、はい、俺元気っていう話しかけるけ、俺元気、そこのマンションに住んでますって、そこのドアから出てきましたっていう、学校楽しいじゃなくて仕事が辛いって話しかけるっていうね。いや、そうそうそう、反応に変化はありましたか。最近ね、お気に入りの、お気に入りのっていうか、よく話をかける小学生男の子がね、あの中学生になったのかな、ちょっとねうっすら、産毛のひげが生えちゃってね、なんかちょっと私もドキドキしますわ、そうか、結構ね濃いめに生えてきて、そっかそっか、びっくりしましたね、そうですね、